皆さんこんにちは、タンホイザーゲートの時間です。今日はね、なんかすごい夕日が綺麗なんですね。見えるでしょうか。真っ赤に燃えるってなんか昔ありましたね。今日はね、実はね、ものすごい暖かくて、気温がどうなんだろう、17度かなとかあって、もう何日かそこ20度とか22度ぐらいになるんですね。東京と変わらないです。なんか妙に暖かくて、でね、来週になるとまた10度ぐらいまで下がったりとかする日もあるらしいんですけど、まあ概ね日本と変わらない気温の状態が続いてます。雨はもう全く降っていません。まあ、先週はね、いろんなね、ところへ行ったりとかね、してね、てっちゃんファミリーとか来ていろいろ楽しい時間を過ごしましたけど、まあ今週はのんきな1週間でした。まあとはいってもういろいろ面白いね、企画を進行させてます。まあ今日もじゃあそんなわけで北京の街並みをのんびりちょっと眺めつつ、進行したいと思っています。とりあえず近くのモールに来ました。前回もね、モール写真とかで紹介してましたけどね、ケンタッキーとかマクドナルドとかギャップとか入ってますね。結構ね大きいんですよこのモールも。中にいろんな、例えば島村楽器さんとかも入ってるしね、わりかし充実してます。中国のモールはキックスケーター乗り放題なんで、子供とか大人とか、あとスケボーとかで走ってる人もいるし、もう本当に自由にね走るんですよ。まあ広いっていうのもあるし、まあ、この辺はね、まあ、すごくいいなと。駅のね乗り継ぎのとことかね、まああくまで自己責任だ、誰も気にしないし注意もしないし、これで事故も起きてないし、すごくいいんじゃないですかね。子供は雨の日走り回って遊べるしね。なんか癒しの実が売ってますよ。この間も買ってきたんだけどね。じゃあ早速このウィシンを使ってウィチャットですね、買えるかどうかやってみましょう。 QR コードのスキャンっていうのを押して、あ、なんか出ましたね。ログイン中、18元支払い、どう、終わった。ああ早い。あ、なんか音取ってますよ。ほら、この中に映した音。これがヤシの実のジュースですね。ちょっと飲んでみましょう。ここに差し込んで、なんか機械で穴を開けてくれるんですよ。美味しい。ちゃんとこうヤシの実の味がします。これで18元、すごいな。ちゃんとヤシの実ですね。いっぱい入ってる、素晴らしい。こっちはオレンジの、機械です。いっぱいね、オレンジが並んでる。
さっきのヤシの実が18元なんですけど、これは15元でね、どっちのね販売機も浮いちゃっとかないと買えません。現金では買うことができないんですね。だからまあ言うなれば中国に銀行口座を持ってないと買うことができないっていうね、ちょっとまあ日本人的にはハードルが高いかなと。ただまあ中国に銀行口座を作れば WeChat での支払いとか全て可能なので、タクシー呼んだりとかですね、そのタクシーもいろんな種類ね、大きなものか小さなもの、車種まで選べる。しかも普通に現金で乗るよりも値段も安いっていうね、素晴らしいですよ。まあ、今度ねそのタクシー呼んでるところもね、紹介しますけど、すごく進んでます。日本もぜひこういう、ね、技術を取り入れてほしいなと思ってます。なんかねピンクパース流行ってるんですよ。ティッシュにも使えて、あとはなんか割にいろんな大きなぬいぐるみとか売ってたり、あとねここはねなんか喋ってますか、スロットレーシング、これサーキットもあってコースになってて、なんかここでマシン買ってみんなで走らせたりできるみたいですよ。まあ、こんな感じでね、結構でっかいモールです。カルバインクラインとかね、結構おしゃれでしょ。なかなかね見切れないんですよ、広くて。でここから歩いてすぐのところにもう一個ね巨大なモールがあって、そっちも広くて、なんかじっくり見てたらやっぱり一日じゃ回りきれないような感じですね。まあ見てて思うのは、やっぱり子供のおもちゃにしても何にしても巨大なものが多くて、やっぱ中国の家ってでかいんだなっていうのをね、なんか実感しますね。というわけで、今日はここまで。でもないか、まだまだ行くよ。今日はモダニスタで絵を描く日です。なかなかみんな上手で、素晴らしい。やっぱりねこういうね、週に1回ぐらいね、ちゃんとしたモデルさんを見ながら絵を描く時間というのもなかなか大事だと思います。今審査してます。で、入賞すると飾られる。僕はほとんど入賞したことはないですけどね。皆さんね絵がうまいんですよ、僕の落書きレベルなんで。ね、でもなんか毎週通って楽しい時間過ごしてます、ね。ぜひ北京にいたら毎週火曜日やってるんで、来てみると楽しいです。子供の頃に帰ったさすがみんなうまいです。やっぱり今回もダメだったか。やはり落書きじゃダメだろ。次回頑張ろう。北京は花粉症がないのかと思ったら、とんでもない花粉症の原因がいっぱいありましてですね、こっちの人はほとんどかからないんですよ。で日本人だけが花粉症になってるということで、まあ僕のみたいにね、鼻水ズルズルしたりとか、くしゃみとかね、うーなんてやってる人、目がかゆいよとか、ここで大体日本人だということがわかるらしいです。まあ不思議なものですね。僕もてっきりこっちには花粉症なるものは存在しないと思って、渡航したんですけど、しっかり花粉症にかかってます。皆さん来るときは花粉症の薬とか忘れずにいらした方がいいと思います。今回ですね、実はまあ僕もそうなんですけど、まあその相棒がですね、なんだ、咳喘息などなんかよくわからないものになりましてですね、これはねちょっと困ったことに、
こっちで薬がないんですね。で困った困ったということで日本でですね大至急手配してもらって、一応ですね処方薬っていうのはね、あの税関とかで止められるんで、あの、まあ、なかなかね大変らしいんですけど、実質2日間ぐらいですね、2日間ぐらい届きました。本当に助かりました。ね、旅行するときにね、特に中国に来てね、薬のことで、ね、不安があったら、ぜひその日本のね家族とか、仲間に連絡して、ちょっと病院にも相談してもらってね、手配をかければ、中国にいても日本の薬で、対応することがどうやら可能な感じです。まあいろいろね、規定もあるんでしょうけど、こういうことが皆さん分かってるとね、旅先で緊急事態に陥った時に、安心して対応できると思いますので、ぜひ覚えておいてください。それではそういうことで、今日のタウンホイザーゲートはですね、ここまでということで、皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。